ジャック・イニャス・イトルフジャック・イニャス・イトルフは、フランスの建築家。1792年、ケルンに生まれる。ドイツ語による綴りは、ヤーコプ・イグナーツ・ヒトルフとなる。19世紀初頭から半ばにかけて、精力的に活動した人物で、フランス国内とドイツ語圏にも足しげく通う。1810年から、ベランジェのアトリエに入り修行を重ねる。 その頃に携わった者に火災で消失したパリ穀物取引所債券などがある。その後も才能ある建築家として1814年に王室建築家の役職を得、王政復古の波に乗って国王外戦式典の装飾やあるいはルイ18世早々式典などを手掛けたがナポレオン3世の時代まで幅広い活躍を見せる。思想的には 中世建築を賛美したロマン主義の芸術家と異なり、ゴシック建築を徹底的に排除した。そのため、1825年、大聖堂における、シャルル十世の戴冠式の際、その装飾を委託されたイトルフは、自身の作成した装飾に合わせるためゴシックのコーニスを一部書き取ったと伝えられ、この事件は特に中世建築の支持者たちに著しく、 波紋を広げて、そのおかげで彼はしばらく、イギリス、ドイツに旅をして、ほとぼりの冷めるのを待たねばならなかった。こうして1819年から1823年まで、ドイツ、イタリア、シチリアと大旅行を企て、膨大な量の資料を持ち帰るが、その中に示される古代建築の実測図が多原色、つまりポリグロミーで描かれていた。 自身が提起した古代建築再祀論は、若い世代の建築家に多大な影響を及ぼし、ネオグレコの先駆として評されている。自らも、作品でそのポリクロミーな効果を試みて華やかな演出効果、一種のロマンチシズムを感じさせる古典趣味を付け加えたりしている。ポリグロミーによる古代建築の実測図は、 決して彼が最初ではなく、それまでにも考古学者の発掘遠征体がしばしば指摘していることでもあり、厳正で単純さを求めた、キャトルメールドカシーすらも古代の色彩効果を認めているほどである。しかし、イトルフは建築家としてその問題を正面から論じまた自ら再色の復元図を起こし、その意味で周囲から様々な反響を呼ぶことになった。 1820年、シチリアのアグリジェントからガカジュラールに当てた書簡の中で、イトルフは古代建築が原色で艶やかに塗られていたに違いないと認めている。そして、シチリアで実測した図面は、その推測に従って様々な色合いで着色されていた。帰国後1824年、彼は美術アカデミーにてその問題をめぐって長い講演を行う。 その内容は2年後に、シチリアの古代建築という題目で、図版主体の本として出版される。この論はアカデミーで高く評価され、中でも、ローマの留学者に与えた影響は、すこぶる大きく、例えば1824年ローマ大賞に輝いて、ローマに派遣された、アンリラ・ブルースとは、実測図面を、ポリグロミーに基づいて、復元図となして、 パリのアカデミーで喧嘩たる論議機、起こしたことがあるし、後に続く、若い留学生たちは、より上手なポリグロミー図面を起こし、新しい潮流を形作るほどだった。彼は実に、様々な建築を手掛けているが、例えば、パリの新しい都市空間を彩るものとして登場した、サスなど、理論を試す絶好の対象であったし、1841年に、 建設されたシルク・デ・シャンゼリゼは平面、正面に四中式のポルティコを付け周囲をコリント式の円柱で囲んでいる。この円柱は黄色く配色され、フリーズは青地に、唐草模様、正面短パンの薄肉彫りは赤地といった具合に、いかにも派手やかな建築だった。シルク・ナポレオンにおいても全く同じ試みがなされている。 ギフのルペールと共に手がけたサンブアンサンド、ボール協会も、そうした彼のトリグロミー理論を応用に移している。ここでは、シチリアで実際に観察しいたく感動したモザイクを、特に用いることになり、ファサード、扉、内部壁面、床など随所に、この新材料が試されることになった。全体の基調は青で、その色とりどりの色彩効果は、 従来の境界建築の概念を大きく打ち破ることにつながる。ありがとうございます。